はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いします。はい、さて、まあね、今回なんですけども、もう2週間くらい前に公開された作品ですよ。僕公開初日に見たんですけどもね、はい、まあ動画上げれなかったわけで、今回ですね、まあサクッとした形で編集も少なく、アップしたいなと思います。はい、今回皆様にご紹介する作品はですね、まあ AI 崩壊でございます。はい、こちらの作品ですね、主演は大沢たかおさんということでございまして、僕がね結構ね、期待していた作品でございます。まあこちらの作品ね、どういった作品かっていうと、あのね、近未来ですよ。うん。近未来。全部 AI がね、あの、医療関係とか、あとはね、車の操作とか、もう全部のものが AI によって操作されているっていう世界で、AI が暴走を起こしてしまったら、はい、AI が崩壊してしまったら、日本っていう国どうなってしまうんだ。まあ、そういったところに陰謀論とかですね、いろいろ含めて主人公の大沢たかおさんが追っかけられてしまうと。指名手配されてしまう。じゃあ、そういったところにどうするのっていうのがこちらの AI 崩壊でございます。はい。まあ、SF なんですよね。うん。SF パニックみたいな形でございます。はい。まあ、この主人公の大沢たかおさんっていうのは、天才科学者みたいな形でございます。はい。で、各ペントさんっていう方は、大沢たかおさんが作った技術っていうものを使って、社会に広めている、まあ、会社を経営している社長さんっていうところですね。はい。で、ガンちゃんです。はい。ガンちゃんは警察です。ガンちゃんは警察です。はい。まあ、ここで、まあ、ネタバレあり、今回ネタバレありですよ。はい。まあ、ネタバレありでお話ししていきますけども、まあ、このガンちゃん率いる警察っていうものも、僕たちの個人情報とか、もう一切抜きにして、このね、大沢たかおさんが作っていた AI 技術に似てるようなね、ものを作って、100名だっけな。まあそんな感じのものを作っているんですよ。はい。でね、作品の全体のストーリーっていうかね、世界観っていうものをね、ああ、こんな日本あり得るかもって考えさせるような、結構リアルでした。うん。それでこそ、そのね、AI の、その、場面みたいなね、そのソフト、ハードウェアっていうのわかんないよ。だからハードウェア、わかんないけど、そのね、うん、AI があるお部屋みたいのもですね、結構海外寄りな、なんかちょっと近未来的なね、うん、そう、設置されてましたよ。はい。設置されていて、ああ、まあ日本もやるやーって思いました。うん。で、この作品ですね、やっぱりこの話を進めていくと、作品のテンポ自体はすごい良かったです。うん。本当に追っかける、ね、逃亡劇みたいな感じで、すごい作品見やすかったですし、演技っていうもの、さすが大沢たかおさん、各ケントさんだなっていう形で、本当にね、面白かったです。僕好きです、この作品、AI 崩壊。あ、日本でもええじゃんって思うんですよ。なんか昔、江口洋介さんがやってる、なんかね、逃亡者っていうドラマがあったんですけど、なんかそれに近いかなーっていうのがありました。で、今、やっぱりこの SF っていうか、AI 技術の発展によって、僕たちシリみたいなどうなのとかね、チャイルドプレイとかもね、リメイクでやってましたけども、うん、それよりもっとリアリティが追求されてるなと思いました。はい。で、この、やっぱり昔から言っているような、そのコンピューターっていうものが自我に目覚めて、一番地球に有害なのは誰だ？人間だっていうジャッジを下すみたいな、あるあるな話あるじゃないですか。本当に、それを忠実に再現しているのが、この AI 崩壊っていう作品なんですよ。で、まあね、めちゃめちゃいいんす。めちゃめちゃいいんすけど、悪役がね、ひどすぎる。悪役がね、悪役がちょっとダメですよ、これ。ガンちゃん。ガンちゃん、あのね、これね、難しいんだよね。悪役ってね、めちゃめちゃ難しいんですよ。それでこそ、サイコパスな悪役ってめちゃめちゃね、演技ってしやすいと思うんですけど、あのね、今回やってるガンちゃんの演技って、なんかね、この冷酷非情なやつなんですよ。なので、顔に表情、あたまたですね、この、怖いのに、乗せない、悪役なんですよ。うん。で、淡々とお話しするような冷酷非情なやつを演じてるんですけど、やっぱりね、棒読みになっちゃうんですよね。これってね、やっぱりね、演技のね、こう、なんていうのかな、
悪役感みたいのない人がやるとね、やっぱり棒読みになっちゃうのかなーっていうところがあります。はい。で、あのね、もうこれ最後なのよ最後ね、大沢たかおさんが、お前がやったんだろうみたいな、白状しろって言ってね、このガンちゃんがね、白状するんですよみんながいる前で白状するの。うん、白状したらそれ実はカメラで撮ってましたって言って、そのガンちゃん悪役が、逮捕されちゃうって言うんだけど、もうね、ちょっとね、僕はね、アホやんけって思っちゃったんだよね。うん、ちょっとね、悪役の個性っていうものもないし、その悪役がなんでこういうことをしたいのかっていう見出しもない。そして最後の結末っていうところでも、いや、ただのアホやんって思ってしまった。っていうところでね、悪役の最後の締まりっていうのはめちゃめちゃ悪いんです。で、やっぱりね、プラスですね。プラス、やっぱり日本ってなんか SF とかアクション系でもなんかお涙ちょうだいを入れたいのかなーって思うんですけど、最後にやっぱりこのね、AI のね、なんかね、愛みたいのをね、その、表そうとするんですよ。まあ、そこいらないなーと思うんですよね、うん。まあ、なんでかっていうと、その、この AI を作った人っていうのが、松嶋菜々子さんって言って、大沢たかおさんの妻なんですけど、死んじゃうんですよ、ガンで。で、その、子供っていうものが、その、さっきお話しした、その AI の部屋みたいのに閉じ込められちゃって、その、お母さんが作った AI っていうものが、人間っていうものは、本当に美しいものなんだよっていうのを、また再度インストールして治るみたいなね。うん。娘を助けるためにまた思い出すみたいな、そういうお涙ちょうだいなシーンがあるわけでございますよ。はい。まあね、そのシーンをね、見ていて、ちょっといらないなっていうのは思いました。うん。せっかくなんか、結構ハラハラストーリーっていうところがあったにもかかわらず、ああ、やっぱり日本ってちょっと臭いとこあるよねっていうので、思っちゃいました。で、賀来賢人さんはね、めちゃめちゃ演技うまかったっす。うん。なんかね、あ、この人の、ガンちゃんの悪役を見てみたかったなって思いました。で、大沢たかおさんもやっぱ最近演じ組みが増してですね。うん。それこそあれですよ。なんだっけ、あれ、キングダム。キングダムの時の演技とかめちゃめちゃ良かったじゃないですか。うん。で、今回というものは、やっぱりなんか自分が、正義としてやっていた AI の発展っていうものは正しいものなのかっていうのに疑問を持ちながら逃亡していくっていうところなんですよね。うん。で、逃亡の中にも、それなりの理由があればいいんですけども、うん、理由はね、ないのはいいと思う。だって、犯人、自分がなんで追われてるのか分かんないっていうところで、まあ、そこの理由っていうものは、後々回収されているっていうことで、まあ、ここはね、めちゃめちゃ演技っていうのは良かったかなと思います。はい。でね、その他にもですね、玉城ティナさん、はい、広瀬アリスさん、そしてですね、あと、三浦友和さんもね、演技めちゃめちゃ良かったっす。うん。それでこそ、三浦友和さんっていうのは、てやんでみたいな。うん。あ、AI なんかいらねえんだよって、ね。でかっていうものは足で操作するのがでかやねっていうような男なんですよ。はい。まあ、そのバランスっていうものもね、すごい面白かったかなと思います。はい。まあ、AI 崩壊ということでございましてですね。皆様がね、どういった形で思っている AI なのかっていうところも見どころでございますけども、はい。まあ、こんな感じでございました。はい。その他にもですね、やっぱりこの AI 望み、うん。AI 望みを開発した松嶋菜々子さんの演技もね、うん、良かったのかなと思います。ちょっとしか出てこないんだけどね。うん。まあね、ちょっとした演技でも存在感があるのかな、あるのはいいのかなと思います。はーい。はい。なんですけども、全体的なバランスとしてはすごいハラハラ感とかがあって、見やすい作品でございました。はい。まあ、こんな感じで、ご紹介しました。今回ですね、AI 崩壊得点は、78点ですかね。めちゃめちゃ面白いっすよ。うん。まあ、なんですけども、悪役がね、締まりがないとやっぱこういう点数になっちゃうのは否めないかなと思いました。はい。まあ、皆様はどうでしたかね。AI 崩壊見た方はですね、ぜひ下のコメント欄にですね、どしどし、コメント寄せていただければなと思います。はい。
ではですね、以上ブルートム会でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとは下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のコメント楽しみに待っております。ではですね、皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。